ばんは。髪伸びたよ、ニュール。髪伸びたかな、伸びたかも短くしてないから最近、長さだから伸びたかも。そんな、切ってない。整えるぐらいしか病院行っても切らないから多分伸びた。これあれだよね、15分短いわ。発信してない時は何してるかな。今はちょっとイベントとかがあるから、公演だったりが、それ覚えてます。さっきも覚えてた。さっきもちょっと。そういうのがないときは、特にみたいなないときは、配信していない間。でもそれさ、イベント期間中か。イベント期間中じゃないとないもんね、そういうとき。難しいな、わかんないな、そのときによる。覚える時はイメトレ重視、イメトレ重視どういうこと？覚える時イメトレ重視ってどういうこと？どういうこと？あんな曲やこんな曲、そう、あんな曲やこんな曲をするから、今度イベントとか、公演、卒業公演でみずほちゃんの、それを覚えてるあんな曲やこんな曲を覚えるか、体で覚える。あ、イメトレ重視、え、両方じゃない？体で、ね、振りはだって頭で覚えることできないから、私はちょっと頭で考えながらだったらもう訳分かんなくなっちゃうから、体で覚えて、立ち位置とかは頭で覚えてる場合もある。両方だね。リリースの時は鏡とか見ながら、
レッスンの時はそうだ、ね、でも普通にうちとかで踊る時はないから、そんな鏡はないから、その全身こう壁一面鏡みたいなないから、そういうのは見ずにないけど、大学楽しい、私大学行ってないです大学行ってない、行ってない、大学行かなかったら行ってないです。行ってるかと思ってた行ってないよ、行ってたらこんな毎日朝昼夜みたいな配信できないよ。レッスンしたの理解して自分で見る、自分で見る、それはある。てかレッスンのやつ全部動画絶対に撮るから、見ないことはないじゃない、見ないとその完璧なんだろうな、こう思い出したりするときに完璧に思い出せないから。イベントっていつまで、ショールームイベントかな、ショールームイベントは8月3日ですね。あと何日だ、あと1週間ぐらいなのかな。あとこれ携帯充電ケースを渡しておこう。口の中まだ、いや全然痒くないよ。もう食べて何時間後ぐらい、1時間ぐらい辛かったかな。でもすぐそんな言うこと残んない、辛さ。フリーリー配信やってください、どういうこと、レッスンの様子を配信するってこと、それは私だけではできない私が勝手にすることで。今日食べたのだってめちゃくちゃ辛かったんだもん、めちゃくちゃ辛かった。えでも辛ラーメンはそんなことはなかった。今日食べたのはねめちゃくちゃ辛かったから。バーチャル、バーチャルか、どういうこと、バーチャル、顔でかいから顔でかい、ごめん一緒に貼ってるの、どれ、これ、こういうタイムスケジュールで、これはあの今まで熊タワーとかそのタワーを投げてくださった方のやつを貼ってる。もうこの大人の自分へ手紙書いた、大人の自分へ手紙なんかあるような気がするけどあんま覚えてない。でもなんかみんな書くよね、そんなのなかったっけ、書くみたいな、小学生の時なんかいつかな、どのタイミングで書いたかわかんないけど、なんか書いたの記憶あるけどあんま覚えてないや。タイムカプセル、タイムカプセルはやってない、やってない、タイムカプセルやってないか、ない10歳で半分成績しやってた福岡は、あ、でも私もやったよ、10歳だから4年生でしょ、4年生か、2分の1成人式やってた。その時に書いたのかな、なんか二十歳の自分へみたいなやつ記憶にあんま覚えてないけど、なんかいつか書いたような気はするけど分かんない。
一成人式みたいな、何をとかも覚えてないんだけど何やったっけ、なんかその授業でやった気が、授業でやって何やったんだっけな、あんま覚えてないや。なんかやったの覚えてるけど何やったかも覚えてない、何やったっけ、覚えてないね。分の1成人式間に合った記憶はあるけど、今年度成人式、来年度、来年度かな、今年度はもう終わってるよね、今年度は、え、今年度ってもう終わってる成人式だよね、次成人式だから来年度かな、え、そうだよね、多分来年度だね。うん、22分じゃない。ランキング読まないと。あ、45分だね。じゃあランキング13位からランキング読みます。13位タルボさん、ありがとうございます。12位。カラオワサコルさん、ありがとうございます。11位モニアットマーク減量セネバさん、ありがとうございます。10位丸岡由紀さん、ありがとうございます。9位猫舌監督さん、ありがとうございます。8位ゆうじさん、ありがとうございます。7位ラクラクさん、ありがとうございます。6位まーちゃんさん、ありがとうございます。5位ものものさん、ありがとうございます。4位むむさん、ありがとうございます。3位いにじたさん、ありがとうございます。2位スペースランナーウェイさん、ありがとうございます。ランキング変わったね今、13かもう一回もね。13位マーボさん、ありがとうございます。12位カラワサコルさん、ありがとうございます。11位ヤスノリさん、ありがとうございます。10位ラクラクさん、ありがとうございます。9位モノモノさん、ありがとうございます。8位まーちゃんさん、ありがとうございます。7位丸岡由紀さん、ありがとうございます。6位猫舌監督さん、ありがとうございます。5位スペースランナーウェイさん、ありがとうございます。4位ムムさん、ありがとうございます。3位イギータさん、ありがとうございます。2位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。そして1位がプースカさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。時間がない、次の配信は20時からまたするので、ぜひ見に来てください。20時からです。次は、あ、やばい、そろそろ時間だ。じゃあまた次の配信で、じゃあまた後で、バイバーイまたね、ありがとう。